はい、どうもこんにちは、デラキュラスチャンネルのデラキュラスでございます。 SH フィギュアーズ最新作ウルトラマンゼロ発売されました。一般販売でですね、発売されたんですけれども、僕はですね、 Amazon で購入しまして、あの女ね、発売日届かず、今日はね、1日遅れでやっと届いたんですけれども、すっげーかっけー、すっげーかっけー。もうね、届いてから、まあ撮影したかったからね、開けて、ポーズつけて、写真撮って、ポーズつけて、写真撮ってってやってたんだけど、もう超かっこいいの。まあ、本物だね。ゼロだ。あ、ここにゼロがいる。おかしな、ちょっとね、感じでしょうけど、あ、ここにゼロがいるっていうね、そういう感想が生まれましたね。うん。本当にね、めちゃめちゃかっこいい。もうさ、まず箱のパッケージからさ、注がれるよね。箱がこんな感じで、正面にね、ドカーンと、実写のスーツのゼロの写真が載っていて、もうね、自己主張が激しいよね。これぞゼロだと思います。横面にはゼロのイラストがあって、背面には説明書きなどが書いてありますね。構えポーズ、2万年早いぜ！ゼロツインソード、ゼロツインシュート、ゼロスラッガーなどのオプションパーツもいろいろついていて、すごくね、遊び応えありますね。で、本体を見ていきましょう。本体がこちら。もうほぼほぼね、文句の付けどころがない敵となっております。足元から行くとこんな感じで、ゼロ特有の赤と青の、ツートンカラー、そしてシルバーが入ってきて、今回シルバーの発色がね、すごくいいですね。ウルトラマン X の時だとすごくあのグレーっぽかったんだけど、今回のゼロがね、すごいギラギラしてますね。もうシルバーがギラギラしちゃってる。この斜めの角度わかる？めっちゃかっこいいの。胸のプロテクターこんな感じで、ちゃんとね、プロテクターの中も塗装が入ってますし、今回ね、カラータイマーの中のモールドというか、そのきらびやか具合がすごくて、すごくね、カラータイマーの中でね、こうキラキラしてるんですよ。これすごい。これね、なんかすごいスーツっぽい感じがしてね、いいよね。はい、そしてね、この胸筋の感じとかもいいですね。そして一番大事なお顔なんですけれども、今までね、ウルトラマンゼロのフィギュアってたくさん出てはいるんですけれども、どれもね、なんか違うなっていう、そういう感想があったんですけれども、今回のね、ウルトラマンゼロの顔、すごくね、いい顔してますね。かなりね、本編のゼロと、再現度も高いんじゃないでしょうか。よーく見ると、覗き穴の線なんかも書かれていて、でね、目の周りのモールドがね、すごく細かいんだね、ゼロって。うん、すごくね、目の周りの凹凸が多くて、ちゃんとね、光を当てて写真を撮ってあげないと、目の下がね、すごくね、クマができちゃってるみたいな感じで、映っちゃいますね。多少ね、顎をね、顎引き気味でね、写真とか撮ってあげるといいんじゃないかなと思います。で、ゼロスラッガーの造形なんかも、すごくね、細かいですね。後ろ側行きますと、はい、もちろん SH フィギュアーズなので、後ろの模様もね、塗られてますね。はい、そして背中。すごくね、いい背中してますね。で、ここだけ残念。もうね、SH フィギュアーズウルトラマンゼロ、ほぼ完璧なんだけど、ここだけね、残念。もうね、知ってる方もね、多いとは思うんですけれども、お尻の部分のこのシルバーの模様が、スーツと違うって。ここどうなんですかね。こちらはね、アルティメットルミナスのウルトラマンゼロなんだけども、このね、ルミナスのゼロでも、ちゃんとね、お尻の模様っていうのは、ちゃんとね、こう、再現されてたんですよ。なんだけど、今回ね、フィギュアーズさんどうしちゃったんでしょうか。こんな感じでね、ミスってるんですよ。ここはね、残念。ほんと、もうここさえ完璧だったら、もう本当にもう120点だったのに、100点の敵になってる。そして、ウルティメイトブレスも、ちゃんとついております。こちらはですね、石を引っこ抜いて、ウルティメイトブレスをつけてない状態のゼロも再現することができます。なので、まあ、ウルトラ銀河伝説とかね、初期のゼロ、そういう遊びもね、ちゃんとできるようになってます。ここいいよね。まあ、僕はウルティメイトブレスが好きなので、ウルティメイトブレスをね、つけた状態で写真撮ることが多かったんですけど、ウルトラマンゼロって数々の世界をね、旅して、その中でいろんな人たちと出会って、仲間を築き上げてきたと思うんですよ。やっぱウルティメイトブレスがあることによって、ウルトラマンゼロがいろんな世界を旅して、いろんな人と絆を築き上げてきたっていうね、そういう形に見えるので、
僕はね、ウルティメイトブレスが好きですね。で、ウルティメイトブレスね、すごくね、スピードも細かくて、ちゃんとね、モールドもね、入ってるっていうのがね、いいですね。そして手首パーツも豊富でして、ゼロスラッガーを持つ用の手首とか、ゼロツインソードを持つ用の手首とか、グーの手、パーの手、ワイドゼロショット2万年早いぜ俺はゼロ。こんなポーズも簡単にね、取らせることができます。そしてね、もうエフェクトパートもすごくて、やっぱゼロスラッガー、ゼロツインソード、ゼロツインシュート用のパーツ、これもね、ついてるので、すごく遊べます。ゼロスラッガーを外した状態の頭部っていうのが別でついてるので、そちらにね、差し替えて遊ぶことができます。これはアクトの時と一緒だね。で、僕がね、すごく嬉しかったのが、玉江の手首が2種類ついてること。こっちの方の手首は、近年の、ゼロの構えの指の形なんですよ。で、こっちが、銀河伝説とか、割と初期の方のゼロの手の形なんですよ。このね、2種類がついてるのがめちゃくちゃ嬉しい。1体で、ほんとね、2種類遊べるぐらいの、楽しさがありますね。そしてウルトラマンゼロはね、いろんなウルトラマンとの関わりが多いので、ウルトラマンジートと並べたり、ウルトラセブンと親子で並べたり、その他にもね、ウルトラマンオーブ、ウルトラマン X、その他にもね、もういろんなウルトラマンと絡めて遊ぶことができます。ロストブルでもいいと思うし、ゾフィーとか初代ウルトラマン、カイリマンとかでもいいと思うし、もうゼロはね、何でもあるから、昭和ウルトラマン、平成ウルトラマン、ニュージェネレーションウルトラマン、このね、3世代全ての架け橋になれるのがウルトラマンゼロだと思っているので、どんなウルトラマンと並べても合うっていうのがすごく嬉しいです。はい、ということで今回は SH フィギュアツウルトラマンゼロ、こちらをご紹介いたしました。このね、もうフィギュアの出来なんだけれども、本当にね、素晴らしい出来で、今まで数々のゼロのフィギュアを、いじって遊んできたんですけれども、これが一番だな、圧倒的に一番だなって思います。お尻の模様のミスを覗いて。ただ、本当にね、このゼロのフィギュアがかっこよすぎて、お尻の模様がどうでもよくなるぐらい、本当にね、かっこいいフィギュアだったので、本当買ってよかったな、大満足だなって思っております。体型も、岩田さんや岡部さんの、体型ですごくね、こうガチッとね、マッシブな体型なんですよ。ウルトラマンゼロはね、岩田さんとかが入ることが多くて、かなりこう筋肉質な、ブキッとね、したイメージが強いんですけど、ちゃんとね、フィギュアでもね、再現されてるっていうのは本当に嬉しいですね。アクトムゼロはね、すごくね、細長くてね、足長くて、モデル体型でかっこよかったといえばかっこよかったんだけど、やっぱり、この人間らしい、このムキッとしたやつが強そうみたいな、岩田さん、ゼロ先輩みたいなね、やっぱこういうね、体型がいいですよね。僕の希望とすれば、SH フィギュアーズゼロ先輩をね、ぜひともプレバン限定で発売してほしいと、そう思っております。で、はい、4月にね、ウルトラマンズドの宿敵であるウルトラマンベリアルがついに発売されます。僕の大好きなベリアルでございます。ウルトラマンゼロよりもやっぱベリアル楽しみですよね。はい。やっぱ帝国民とすれば、ベリアルのアーツは絶対ね、買わなくちゃいけないアーツなので、もうすげー楽しみですよね。またね、ウルトラマンベリアルのアーツを買い次第ね、レビュー動画作りたいと思います。で、プレミアムバンダイに行って、今ね、イージス、ウルティメイトイージスセットっていうのが発売されてて、ウルトラマンゼロのフィギュアーズに付けられるんですけれども、ウルトラマン X にも付けられて、ウルトラマンゼロアーマー、こちらもね、再現することができるというね、面白そうなセットとなっております。僕はとりあえず1個だけ買ったんですけど、すごくね、届くのが楽しみですね。で、多分ゼロのことだから、絶対ね、ここでは終わらないと思うんですよ。やっぱり、今後ね、プレバン限定、ストロングコロナゼロ、ルナミラクルゼロ、シャイニングウルトラマンゼロとかね、もう出てくるんじゃないかなと思っていて、もしね、それが発売する際には、このウルトラマンゼロに、付けられるような手首として、フィッシュのポーズのね、手首欲しいなと思うんですよね。やっぱね、ウルトラマンゼロの代名詞のポーズとして、もう2万年早いぜと、フィッシュのポーズだと思うんですよ。だからね、ウィッシュの手首欲しいんですよね。どうすかね、バンダイさん。ぜひともね、それを作っていただきたい。
そういう所存でございます。はい、すでに Amazon で、高騰気味にあるウルトラマンジョーなんですけれども、定価6000円でもう7000円とかいっちゃってて、これはもう今後ね、高騰の道を向かっていくアーツですね。ウルトラマンブリアドが4月に発売するんですけれども、その時にねまた再販がかかると、今回手に入れられなかった人も手に入れられるのでいいなと思うんですけれども、どうなるんでしょうね。もしかしたらまだね店頭とかにこのゼロのフィギュアズ残ってるかもしれないので、あーどうしようかな、買おうかな、迷うなって思ってる方はできれば早めに購入をされた方がいいかと思います。買って損はないフィギュアになると思いますので、ぜひとも皆さん買ってみてはいかがでしょうか。ということで以上デレキラスチャンネルのデレキラスでございました。ブラックホールがチャンネルぜ。